毎日変わらずに訪れる無意味な日常。発生したこともない有事に備え、私は隔離された基地の中に幽閉され続けている。赴任してからもうすぐ365日が経つ。以前お祝いにとポットがくれた赤い造花をいじりながら、私はなんとか退屈に耐えようとしていた。ねえ、暇すぎ。なんか楽しいことない？持て余した時間に溺れかけた私はつぶやいた。すると、ポットが見かねたようなジェスチャーをして、何かのデータをしぶしぶ表示する。データの中身は、業務中には見たことがないものだった。数学的な配列ではなく、自然言語がパッケージされている。私が中身を認識するかしないかのうちに、ポットはゆっくりと優しい口調でデータを読み聞かせた。なんと、その内容は人類の世界の物語だったのだ。それは若き少年と機械の従者が歩む物語。戦火の中で傷ついた人々のもとを巡る旅路。人って戦争を生むだけじゃないんだね。人類という存在への学び、初めて感じた興味と関心。それは乾ききっていた私の日常に潤いをもたらした。隔離された基地で過ごす無味乾燥とした日々。その退屈な日常をポットの物語が一変させた。他の話も聞かせてほしい。ポットにそう願うも、またいつかね、とあしらわれてしまう。それなら、こっちにも考えがある。物語の出所を探すため、私はポットに隠れて、人類の情報が残るサーバーに不正アクセスする。予想通り、そこにはいくつもの物語が残されていた。ビンゴ、ポットのやつ、自分ばっかり。私はこそこそと、物語のデータを読みふける。そのうち、私は少年の物語を再び手に取った。ポットが聞かせてくれた話を、自ら読みたかったのだ。だが、読み聞かされた内容と大部分が異なっている。いや、その内容は今も、文字が踊るように変化し続けているのだ。異変の報告をすれば、姫事はバレてしまうだろう。それでも物語を、少年を、私は守りたかった。迷いはない。私は即座にポットを呼び出した。怒られたら、その時だ。もう旅なんかやめよう。戦争は止められない。小屋の中に閉じこもる少年、背中をさすって癒す従者。私とポットは書き換えられた物語のデータに入り、様子のおかしい少年たちを眺めていた。
彼、本物？別人みたい。旅を放棄した少年。物語のデータは汚染されていた。少年の肩に小さな黒い鳥が止まっている。私たちはあの小鳥が汚染の原因ではないかと結論付けた。少年の背にそっと近づき、黒い鳥を追い払う。しかし、変わらずに殻に閉じこもり続ける少年。予想とは裏腹に、彼の様子は変わらない。報告。これは、手遅れかもしれないわ。物語は根本まで汚染されているかも、と、ポットは言う。修復の方法を問うと、ポットは打つ手がないという。絶望的とも言える状況。それでも私は、諦めきれなかった。優しくも儚い少年の物語。ポットが初めて私に読み聞かせてくれた物語。汚染された物語のデータの修復は不可能。それなら、と。私はこの手で一から物語を書き直すことに決めたのだ。思い出だけを頼りに手作業で物語を修復する。ポットの手も借りつつ、少しずつ少年の一生をしたためていった。やがて物語が完成する。残りは完成品を元の保存先に上書きするだけだ。しかし安堵とともに一つの疑問が湧く。ただの物語がなぜこんなにも深い階層に保存されているのか。まるで人類の記憶そのもののように大事に守られて。頭の中に妄想とも呼べる考えが浮かぶ。ねえポット。その瞬間、私の胸に真っ赤な花が、風穴が開いた。5歳、シンプルには懐いてほしくなかった。これからは私だけで黒い鳥と戦うわ。振り返ると、武器を浮かぶポッの姿、胸に赤あんから、ポッと見てや、物語がこっちてゆく。広い。